わかりでしょ。引き薄をどかしゃ取れるだろう。どかすだって。それができりゃ苦労はない。うちの旦那はこいつをどかすことのできたものに井戸の中の肉を欲しいだけ持たせると言ってるんだ。どうだ、あんた試してみるかね。ほらほら寄ってみなよ。肉は全部あんたのもんだよ。だがそうなると主人は大損するぞ。なんだなんだ、さして力もないくせに全く何ほざいてやがる。人の懐の心配などしやがって。なんだよ、見てろ。そいつに人を吹かせてやれよ。そうだよ、つまり。そんなどこへ置く。元のところへ。待て。私ですか。へいへい旦那さん、一体何のご用でしょうか。肉の塊を切ってみんなに分けてやれ。でもそれは。肉は私のもの、さあ早く分けろ。分けます、分けます、ただいま。さあみんな集まって、これは私の贈り物だ。遠慮せずに、さあ。やりがちやな。でも、ほらでも。待て、あんた客だろう、金を払え。でも他のものがタダなのになぜ私だけが金を。そうだ。分かった分かった、払いますよ。払いますからその手を離してください。さあ早く行きましょう。行くぞ。どこだ、あそこです。ほら、よかろう。上等な遠藤だ、買わないか。遠藤だと？豆の粉じゃないか。私の商品は本物だぞ。豆の粉だ。何しに来た。買わないならさっさと帰れ。これ式のことで嫌な顔をしやがる。俺の肉をばらまいておいてどういうつもりだ。そうか、喧嘩売りに来たのか。お前を殴りに来たのだ。
大事をなすにはこの二人が良い助立ちになるだろう。こいつできるぞ。なかなかどうしていい腕だ。お二方はいずれも武芸の達人であられる。誠に敬服しました。これは恐縮です。実はあの引き臼を持ち上げた男がいると聞いて、このわしもぜひそなたの教えを乞いたく